サウンドジュリアです。今日はですね、時計と時期ということで、ビデオを撮影しております。先日時計屋さんに行きましたら、結構時期呼びで時間が来るっていうお話を聞きましたので、オーディオ好きな人って時計とか、あとカメラなんかも好きな人が結構いらっしゃって、まあ、どんなもんが時期の影響を受けるのかっていうので、こちらに見えてるメーターなんですけれど、磁気の強さはメーターで、分かるっていうようなものです。これはテープデッキ、カセットデッキとかオープンリールデッキのヘッドが対峙しているかどうかっていうのを、確認するための機器なんですが、この先っぽの赤い部分にですね、物を近づけてメーターが振れば、どちらかに振ればその物は、磁気を帯びているっていうことになります。で、例えばこれ私の時計なんですけど、こう近づけた時に針が、こちらの針がですね、ふらふら動けば、この時計は対峙しているから磁気抜きをしないとまずいっていうことなんですけど、もう全然大丈夫です。で、普段身の回りにあるもので、時計によく近づくものっていうのをちょっとこの周りのものでいろいろ試してみたいと思うんですけど、例えば、ウォークマンみたいなもの、大丈夫ですね。で、これに、つけるイヤホン型の、これはちょっと触れるんで、時計には、近づけない方がいいかなっていう感じがしますね。あとヘッドホンなんかも、これは結構触れますね。はダメですね。ヘッドホンの近くに時計は置かない方がいいですね。また時計をはめたまま触らない方がいいかもしれないですね。あとは、これリモコンみたいなものってよく触ると思うんですけど、どうでしょう、プラスチックなんで反応しないですね。このテレビのリモコンとかも一緒ですね。オーディオ機器の、これなんかちょっと動きますね。電池のあたりで動きますね。ちょっと電池やってみましょう。電池ちょっと動きますね。iPhone とかどうでしょう。iPhone 動きますね。これやっぱりスピーカーがあるところが磁気が強いみたいですね。スピーカー、じゃあ、電話の呼気なんかどうですかね。ここスピーカーですけどね。かなり来ますね。外部スピーカーは来ますね。マイクのあたりはあまりですけど、呼気も時計はめてる手で持たない方がいいかもしれないですね。あとは携帯ケースのこう磁石でピチッといく部分なんか、これもちょっとやばいですね。ひっついちゃいますね。どうでしょう、カバンの磁石でピチッと蓋が閉じるようなこういう部分ですね。
わ、これやばいですね。こう時計はめた手でこういうピチッと閉じるやつに近づけない方がいいですね。もうあとデジタルの G ショックなんか全然ですね。じゃあこういう、ネジの金属のネジ、これをまああのドライバーでこう引っ付けれるようなドライバー、これも結構対峙してるんで、こういう工具もちょっとまずいですね。じゃあ絶対近づけるなって言われてるスピーカーの、まだちっちゃい、もうすごいことになりますね。ミニコンポについてるようなスピーカーですけど振り切れちゃいますね。じゃあ坊主のスピーカー101とかどうですかね。うわ、もうすごいですね。大きくなると、いや、もうこういうのには全然近づかない方がいいですね。ということは、王子型のスピーカーはいいと思うんですけど、これ普通のスピーカーとか、あとあのフロー型の38センチウーハーがついてるとか、そういうのはもう結構離れたところからメーターが振っちゃうと思うんですけど、まあ時計はつけない方がいいかなと思います。それで、時計さんにも時計を持っていくと、あの磁気抜きとかやってもらえるんですけど、オーディオの方もですね、カセットテープとかそのオープンリールのテープなんかを、録音してやるものを、磁気を抜いて録音してない状態にする機器がありまして、それが、こういうものの上にですね、乗せて、こうスライドさせるとこれで磁気が抜けるっていうものなんですが、このどうですかね、先ほどこちらのネジは磁気帯びてませんでしたけど、こちらのドライバー結構対峙してるん でこれあの地磁気の影響でこう向きが変わると、なんつうんですかね、地磁気の影響でちょっとメーターが動くぐらいの感度なんで、すごくいい、高感度なメーターです。じゃ先ほどのこちらでドライバーの対峙したので、ちょっとブーンと抜いてみます。全然ですね。これぐらい抜けちゃうんで、まあ、こういうので先ほどの、機械ですね、これで、メーターで測って、時計をですねメーターで測って、ちょっとでも触れればこういうので、磁気を抜けば、まあ時間が正確になるかもしれませんが、なんかご来店された時には
うちは時計屋ではないので、こういうのもありますし、正直もありますので、なんか退治したんじゃないかなって、感じられた人は、全然無料で、試してみて、時期抜くのも無料でやってもらえばいいので、遊びに来た時に時計の好きな人はチェックしていただくといいのかななんて思います。今日は以上です。